はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。もうすぐ4時でございまして、6月は15日ですね、の木曜日でございます。行きましょう。このハンギョレというお隣さんのメディアに、これは昨日出た記事ですね。改革校でタイトルが出てます。汚染水の海、韓国産も心配、塩と海苔ひとまず1年分買い置きタイトルだけで笑えるんですけどね。消費者、海苔、煮干し、わかめ、塩など共同購入、刺身屋や寿司屋は影響を懸念し戦々恐々で、行きましょうね。ソウル城北区に住む40代の主婦 K さんは、最近日本による福島第一原発の汚染水の海洋放出のニュースを聞き、知人と煮干し、昆布、わかめなどの水産物を共同購入した。別に共同、人を単独で購入したらいいやんと思うんですけどね。菅さんは、菅さんってこう K さんのことは、友人とのグループチャットで汚染水放出に関する不安を訴える会話が交わされ、親戚の一人が干し乾物屋をやっているので、私が温度を取って共同購入したと話した。乾物屋儲かるやん、K さんは、これからしばらくは水産物を食べるのは難しいと思う。しばらくは難しいんですか、そうなったら OK なんですか乾物は、これ干物か、干物は乾燥させた製品なので、密封して冷凍保存すれば長く食べられるから、友人と相談して1年分をまとめて買い置きすることにしたと話した日本政府が12日に福島第一原発の汚染水の海洋放出を、にゃにゃもう言えばやめときましょうか。これ日本人でそういうことをしているという話聞きませんね。まあ、大船政府の信用、政府の言うことを信用してるんだと思います。お隣さんの場合、政府がそういう大丈夫よとは公式には言ってないような気がしますね。受け入れるというようなことは言ってますけど、非常に言い方が曖昧ですね。なんと言いましょうね。2008年にあった狂牛病騒動ってあるんですけど、アメリカで牛が狂牛病だったんで、その牛を食べたらですね、韓国人は狂牛病になるんやという、なんていうかわけわからん、まあデマですよね、言ってみればデマなんですけど、そのデマがわっと広がって、それが100万人単位のデモになったんですよ。日本でも報道されてまして、なんか私も見てたような気がしますけど、なぜお隣さんって基本クレイジーだというふうに世界中から思われてますんで、その程度のことであんまり思わなかった、騒がなかったんですけど、またなんかやったはんだろ、それはみたいな、その感覚でしたね。で、今回はそれをですね、この海産物でやるわけなんです。福島の沖で放流したらですね、韓国の海が汚れると思ってるんですけど、どう考えたら全部この海が困っていくんかと思ってるわけでしょうね。ちょっと考えればいい話であって、海流というのは基本的にですね、西から南、西から東へ行くもんなんですね。だから、いや、韓国人も書いてるんですよ。韓国に来るまでには5年かかる可能性があるとかね、1年やとかね。で、ものすごく記者されてるから関係ないって書いてる記事もあるんですよ、ちゃんと。そういう記事もあるのにですね、一般の人々はの中にはそれを全く信用しないというか、そういう記事を読むのか読まないかわからないですよね。海が汚染されるってなるわけですね。まだこれをね、一部このハンギョレなんていうメディアは煽ってるんですよ。いや間違ったことを煽ってるわけですよね。デマを吹聴してるようなもんですけど、メディアにもそういう、どう言いますかね、こうあれがないんですよね。そういうことをしてはいけないという感覚がないわけであって、再々申し上げている通り、ジャーナリズムという感覚は日本とお隣さんは全然ちゃうわけですね。日本と諸外国は割合に似てると思います。つまり正しいことを報道するのがジャーナリズムの義務というのはですね、日本にはそれがあるんですね。で、一応ね、日本にも左派右派あるでしょう。朝日新聞なんてですね、極左みたいな報道をしてますけども、いや、間違ったことは一応認めるんですよ
慰安婦問題で無知間違ってましたって認めてしまったわけでしょ。あ、もう間違いを指摘されたら認めたわけですけど、お隣さんってね、毎日のようにね、間違ったことを報道してるんですけど過去に認めたというのを聞いたことない。いや、よくそれでね、なんていうか成立してんなと思うんですけど、でお隣さんの人たちもですね、あのジャーナリズムが間違ってるなんてことをほとんど気にしないですよね。いや、毎日、特に日本に関連することってあのもう間違い多いですよ。これ明らかにファクト誤認やなってありますけど、で当人たちもね、あの間違ってるということを分かってて報道してる節があるんですよね。で、あの日本だけ許されるっていうかというとそうでもないですよ。実はあの全部自分たちが中心で、自分たちにとって都合の悪いことは報道せずに、都合のいいことだけ報道して、その報道したいことをですね、誇張してやるんですね。だからものすごくね、あの向こうのメディアってね、変ですいや、あの右も左も変ですよ。左の方がより変ですけどね。特にこのハンギョレなんか見てると、えみたいな記事がですね、本当に毎日あります。これもそうですけど、まあこれは別にね、そういうことをしている人がいるというだけなんで、あの間違いかというと間違いじゃないかもわかりませんけども、まあでもあれですよね、間違いを煽る方向に報道してますよね。あのいや、だからジャーナリズムというものに対するこう感覚というか発想というか、こうあの理念というものはですね、違いますね。でまたそれに踊らされる人々がいっぱいいてですね、このおばさんたちもそうですけど、で自分たちがあの踊らされたということに対して反省がないですね。あの1970年代の終わりに日本ではですね、狂乱物価、あの石油ショックとあります、第一次で、これでですね、トイレットペーパーがなくなるっていう騒動があって、私は10歳ぐらいの時ですけども、覚えてます。なくなるっていう話になって、でうちはあれしませんでしたけど、なくなって大変やってことになりませんでしたけど、その後やっぱり買いだめしてましたね、うちもね。結局あれなんかわけわからんかったでしょ。でその後日本人は反省したんですよいや、なくなるってなるデマやろって。だってでつい最近ですね、あのコロナの時にやっぱりこれトイレットペーパーなくなりましたよね。でなくなったけども、あれ根拠はないっていうのは後で分かってですね、ふーんと思ってますけど、あの後で間違いやと必ず報道されるわけですよね。でその時買いに走った人間はですね、ちょっとは心が痛むわけですよね。日本はね、後であれ間違えたという報道があるんですけど、向こうはあるんでしょうかね。狂牛病騒ぎはただのフェイクやったということは後で反省してるんでしょうかね。反省してるというか、お隣さん全体にね、反省する、自制するという機能がですね、著しく欠けているんじゃないかなと私は思っています。それをしない、それをするということはほぼないんですよね。あの自分たちの都合の悪い過去、引いては民族の歴史もですね、全部こう改ざんするわけですね。都合のいいように解釈するわけですね。あの正しく自分たちを見つめるという機能が著しく欠けていますね。正しく見つめるとですね、お隣さんの過去というのはね、かなりですね、かなりコントですもうコントの連続ちゃうんかというぐらいですね、になってしまいますね。いや、そう、まあだから今、見たくないっていう気持ちは分かりますけども、でもすごいですね、その自制機能がの欠落というのは。だから過去の歴史ももう全て栄光の歴史になってるんですよ。客観的に見るとですね、なんていうか、まあとてもないけどですね、あの韓流の歴史ドラマみたいなことには絶対ならないんですけどね。だから、不思議な人たちですけど、別にええですよ。あの日本に対して悪い影響がない限り OK でして、どうぞ干物買うてください。塩でも買うてください。僕から見てるとですね、うわまたやったはるわという、こう真面目コントを
ですね、今回はこのあれですね、日本風に言う処理水コントですね。これまだまだですね、放流されるまであと一月ぐらいあるでしょうから、まあ、放流されてからもあるでしょうから、当面はこのですね処理水コントをですね我々は楽しめるんちゃうかなという気がします。いや僕あんまりその2008年のねあれを見てなかったんですよ。狂牛病騒動っていう時あんまりあの時もう韓国をモニターしなかったんですよ。今回はバチッとモニターさせてもらいますからね。どんだけアホなことになるのか、アホなっていうのは、まあ、どんだけこうおもろいコントになるのかっていうのはですね、まあ見られると思います。このハンギョレのですね1ページ目を貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。